どうも、ワットです。7月に入ってから連日猛暑日で高気温に暑い日差しが照りつける毎日が首都圏では続いています。夏も本番ということで、夏のディズニーへ遊びに行く際、パークで快適に過ごすためにもパッキングって大事ですよね。暑さ対策もしなきゃだし、便利グッズとか今だとアルコール消毒系も持っていかなきゃだし、ということで今回は夏ディズニーに行くときに持っていくと便利、快適に過ごせるグッズ含めて私のバッグの中身を紹介していこうと思います。今年の夏パークに行こうと思っていたり、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。さらにこの動画の最後では、日頃から私のチャンネルを見てくださっている皆さんに感謝の印として、ご協力してくださる企業様のお力添えもあり、これからの季節にぴったりなアイテムをプレゼントさせていただけることになりましたので、動画の後半もしっかりご覧いただけたらと思います。なお、このチャンネルでは今後のパークについてやパークを感じられるような動画を発信してますので、チャンネル登録をしてこれからも見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。この動画で紹介するのは、夏本番でも安心なディズニー用バッグの中身です。ちなみに先日アップした1泊2日5万円企画のパークでは、日中これから紹介するバッグで実際に回っていました。お財布やキーケース、スマホなんかは私はいつも服のポケットなどにしまっているので、これらは除外します。カメラバッグには時間レフト、それ用のジンバルなどが入っていて、これは夕方を過ぎてから使ったので、日中はロッカーでお留守番をしてもらって、ショルダーバッグをメインで使っていました。これは東京ディズニーリゾート公式ファンクラブファンダフルディズニーの会員でないと購入できないものです。ではここに何を入れていたのかというと、こんな感じです。結構パンパンに詰まっていますが、一つずつ見ていきましょう。1つ目、レジャーシート。ショーやパレードを待つ上で必須アイテムと言っても過言ではありません。レジャーシートなら複数人でシェアできるのもいいですよね。パーク内でも売っていたりするので、現地調達もありですね。2つ目、アルコール消毒類。このご時世ですから、パーク再開後から必ず持って行ってます。スプレータイプだと使いやすいですし、コンパクトなのでおすすめです。3つ目、冷感タオル。水に濡らして絞るとしばらく涼しさが保たれるっていう、皆さんもご存知の夏には重宝するアイテムです。首だけじゃなくて腕とかに巻いても涼しいので、状況に応じて使うと良いかもしれません。4つ目、汗拭きシート。冷感汗拭きシートを使うと、拭いた直後からめちゃめちゃ涼しくなれますし、すっきりしますよね。師匠の奥さんのペコさんから聞いたんですが、マイナスシリーズがかなりいいということなので、皆さんもお店でチェックしてみてください。5つ目、ペットボトルケース。私がいつも使っているのは、東京ディズニーリゾートが35周年の時に買ったペットボトルケースを未だに使っているのですが、ペットボトル飲料は大抵現地調達なのでケースだけ持って行ってます。ただこれに入れていても夏はぬるくなってしまいます。その悩みをパークのあるサービスで解決する方法があることを別の動画で解説しましたので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。6つ目、 DJI ポケット2。私がずっと愛用させていただいているメーカーさんの小型ジンバルカメラ DJI ポケット2です。横ボタンで電源を入れるとこんな感じで挨拶してくれます。これを見ていただくとわかるのですが、カメラをこんな感じで動かしても全くブレず撮影できます。私の解説動画でパーク内を歩いている動画は基本的にこのカメラを使用して撮っています。小さくて軽くて荷物にならないので、本当にいつもお世話になっています。7つ目、ネッククーラー。最後に紹介するのはこちら。パッと見ヘッドホンのようですが、首周りを涼しくしてくれる最近よく使っている超便利アイテム、ネッククーラーです。どんなものかを簡単に説明すると、電源を入れて約1分でダブルの冷却プレートで首に素早く冷感が伝わり、首周りを物理的に冷やしてくれるアイテムです。実際に首につけて使ってみるとこんな感じで、デザインもシンプルなのでつけてても見た目的に全然違和感がありません。これからは気温が上がりすぎてハンディファンでは熱風を送るようなことになってしまいそうですが、これだと物理的に冷やしてくれるので気温に左右されないというのもかなり推しポイントです。
本体の両側に電源があり、いずれかのボタンを長押しすると電源のオンオフを制御できます。右側の雪ボタンを押すたびにクーラーモードの温度が15度、20度、25度と3段階の温度調節が可能です。しかもこれ冷たくするモードに加えて温めるモードもあるので、肌寒くなる夜も女性には特に重宝するかなと思います。左側の太陽ボタンを押すたびにヒートモードとなり、38度、40度、42度と3段階の温度調節が可能です。パークのある舞浜は夜は風でむしろ少し肌寒くなるなんてこともあるので、先日彼女はこの温めるモードを使ってパレードを待ちました。しかも冷たいまたは温かい部分がちゃんと首に当たるように首周りを調節できるものも付属しています。パレード待ち、地蔵って結構待つんですが、この重さはたった 200g で長時間使用しても首に負担がかかりませんでした。電源を入れると内部冷却のためにファンが回るんですが、その音も静かでそこまで気になりません。という私的にはかなりいいものを手に入れたなと思っているんですが、私だけが得したんじゃちょっともったいない気がしまして、なんと今回このネッククーラーをくださったメーカーさんからご好意でリスナーの皆さんにもプレゼントできることになりました。私のチャンネル登録者数が5万人を超えたということで、こちらのネッククーラー約5万円分イコール5台、この動画をご覧の皆さんの中から抽選でプレゼントさせていただきます。応募期間は2022年7月16日土曜日から7月23日日曜日23時59分まで。当選発表は7月29日の金曜日、発送時期は8月上旬を予定しています。応募方法はこの動画の概要欄の Google フォームからできます。と企業様からありがたいお話と嬉しいプレゼントまでいただきました。これでこれからのパークも快適に過ごしていこうと思うので、欲しいと思った皆さんはぜひ応募してみてください。ということで、夏用スモールパッキングをお見せしてきましたが、いかがでしたか？これはあくまで一例ですので、他にこれもいいよというアイテムがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。もし気になる方がいらっしゃったら、カメラバッグの中も紹介していこうかなと思います。そして私がパークに行った時の雰囲気だったり写真はインスタグラムの方でアップしておりますし、速報レベルの最新情報についてはツイッターを主に使っていて、これから TikTok も動かしていきますので、 YouTube に加えてそれらの SNS の方もこれからチェックしていただけると嬉しいです。最後になりますが、パークに行く予定の方は手洗い消毒、マスクの着用、待列、Q ラインなどでの新たな指針のソーシャルディスタンスの確保も必ず行ってください。よろしくお願いします。この動画が少しでも参考になりそうだと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録下の方からぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。